大東俊治は、実業家。トラベルバンク創業者、元社長。元 JTB 経営会各部ビジネスプロデューサー。企業内企業家。広島県鴨茂郡河内町出身。1967年、愛好高校卒業。1972年、一橋大学社会学部卒業。JTB 入社。新宿、池袋などの営業店で、海外旅行。 団体旅行などの営業に従事する。海外旅行横浜支店時代の1980年、年金ドーン旅行を開発。これは、元気なうちに旅行し、ツアー料金を後に、年金で分割払いできるというアイデアで、保険会社やクレジット会社との交渉は難航したが、発売した企画は、大きな反響を呼び大ヒット。当時のマスコミに大きく取り上げられ、同業他社も追随した。 このヒットで大東は1982年、本社海外旅行、ルック営業本部商品開発課に移動。ハワイを天気保障やサイパンや市の陣流しなどの話題企画を発表。1984年に新組織、市場開発室に配属となり、旅行積み立てシステム、たびたびを世に出した。また、1987年に企画した、デパート共通商品券。 ナイスショップは JTB に多大な利益をもたらした。デパート業界はライバル意識が強く共通の商品券など実現は不可能と思われたが利便性が消費者に評価され全国のデパートが競うように JTB と契約した。たびたびナイスショップは日系最優秀製品賞など多くの賞を受けた。また年金旅行たびたびナイスショップで 異例とも言える3度の社長表彰を受賞した。1986年からは旅行会社としては初めてのトラベラーズチェックイシュアーを目指した。JTB は戦前から TC を発行していたが、需要の収縮とともに自然消滅の形で発行を中止し、海外のアメリカンエキスプレスなどが発行する TC を販売代理店として取り扱っていた。大東は販売代理ではなく、 JTB 自体が発行することに熱意を傾けた。預かり金業務には多くの困難を伴ったが、大蔵省などと接触を重ねた後、企画後7年の歳月をかけ1993年、JTB のベイドル TC の発行が実現した。1996年、社内ベンチャー制度を立案して自らも、応募、1997年国際キャッシュカードの運営サポートを 名演業務とするバンカーズパートナーを JTB と共同出資で設立、企業内企業家となった。その後、銀行富裕層向け非金融サービスなど業用を拡大、2007年に社名をトラベルバンクと解消し、2008年ビザ、プリンシパルメンバーとなり、プリペイドカードの発行を開始した。2010年6月同社を退職。段階世代の星とも言われ、 高杉城1996年の小説、組織に埋もれずのモデルとしても知られる。ありがとうございます。